ほぼ1分で紹介、原子力発電所の安全対策。万が一の事故に備えた訓練。九州電力の原子力発電所では、万が一の事故に備えた訓練を継続して行っています。地震、津波によって発電所のすべての電源が失われた場合を想定して、実際の中央制御室と同じ運転操作ができる訓練シミュレーターを使った緊急時の運転操作訓練を行っています。このほか、高圧発電機車から電気を供給する訓練、原子炉や使用済み燃料貯蔵プールの燃料を継続して冷やすための水を確保する訓練、事故対応の障害となる瓦礫を重機を使って撤去する訓練などを行っています。これらの訓練は夜間や悪天候など厳しい条件の下でも実施しています。